はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、スクストというわけでスクールベアルストライカーズの実況をしていきたいと思います。とりあえずですね、今日またちょっと微妙な時間なんですけども、どうしてもね、動画撮る時間っていうのがやっぱこの辺になっちゃうんですよね、どうしてもね。そんな話を置いといて、そう、これちょっとね、結構時間経っちゃったんですけど、今ね、ちょっと今上級手出してるんですよね。なんか中級じゃなくて上級でもいけるんじゃないのなんて思ってみたりとかして、まあ、とりあえず一回ワンパンしといて、救援を待ちましょうか。OK。割と強い方の、最初に、ね、結構ね、強い人から支援をっていうか、まあ、上から順番に結構やってるんですけど、ね。じゃあ上から順番でいきますか。ほんと多分特攻とかね、ありきの方がいいんじゃないかっていうのもね、あるんですけど、はい、ダウンロードしてますね。フレンドの方の分、あ、でも見てもらったら、これ初めて見たんですよね、この上級オメガとのバトルは。いつも飛ばしちゃうんで、ゲームに強いんじゃないかな。1000か、あ、強いですね。やっぱり特攻メモか、いいっすね。特攻利用メモか、ありがてえっす。一応ね、アドバイスも。おぉ。いや、私も欲しいな、EXR。ただね、強化ポイントが絶対足んないだろうから。EXR ってエクストリームメモかって言うんだね。勝手に。お、強い。いいですね。あ、ちょっと食らう。一周したら飛ばしていっちゃうかな。とりあえず。あんまり時間がなくなっちゃったね。あれなんで。やっぱあれですね、アビリティがないとコンボとか発生しづらいんですよね、多分ね。アビリティもちょっとね、余力ができたらやっていきたいかな。レアメモカでやる予定もあるんですけど、ただレアメモカはね、ちょっとね、もう一気に強化ポイントに変換しようかなとか思ってるんですけど。さすがに倒すには至らないですね。動画化するんで大丈夫ですか。あれ、なん、2連撃だと。これは体力ゼロになって終わりそうなパターンだね。あ、違う、耐えた。耐えたが、しかし、まあ言うてね、結構私初級、中級、上級でつまんできちゃってるから、まだね、レイドボスのレベルがそんなに高くないですよね。まあ、こっからですよね。で、一応、前の動画でもすでに、あ、ここじゃない。メンバーはね、っていうかチームは各変えたんですけど、本当はね、個人的にはね、さとかちゃんがね、一応ね、パートナーとして常に置きたいんですけど、やはりね、背に腹は変えられないというか、まあ、イベント中はね、やはり、この特攻メモカとかをね、優先して使いたいので、まあ、イオちゃんをパートナーにして、で、今回やっぱあれですね、レアメモカでも強いんですよね。てか、普通に強い。しかも、このイオちゃんのやつは、ヒットポイント補正も入るんですよね、どうやら。ゆいちゃんのやつだとヒットポイント補正ないんですよ、これ。やっぱヒットポイント高い方が耐えられるんでありなんじゃないかなといったところですよね。ただね、まだちょっと強化ポイントがね、まあ微妙に足りてないんで、まあぶっちゃけ言うとね、結構最近この冒険ショップでもう強化ポイントたまにちょっと買うようにしてたりとかしてます。でもこれ結構意外とね、あんまり、まあもっと本当はね、もっとこういうジョブ取ったりとか、まあいろいろ取った方がお得なのかもしれないんですけどね。まあエリクサーとかね。
まあ、これは一応最終手段として考えてます。一応最終手段するの結構ちょこちょこ最近使ってるんですけど、強化ポイントもね。で、完全に今お休み中です。あのログインっていうか5時の時にもらえるやつでやってはいるんですけど、最後倒せないかな。まあこれ倒せなかったら残り30分ぐらいになったら全体9円とかもするんで、なんとかなるんじゃないかなと。まあね、冒険はちょっと一回お休みっていうか、もう単純に探索ポイントが足りないと。探索ポイントカツカツなんですよね。運がいいとね、ほんとね、1回とか2回とかで結構レイドボス出てくれるんですけど、まあ、なかなか引けないときは引けないっていうことで、まあだいぶ多分レイドボスのレベルも上がってくれば、ポイントもね、スコアも伸びてくると思うんで、まあ頑張って5万以内ですね、入っていきたいと思いたいところですね。あと2万2000あればとりあえずかな。まあね、レイドボスのレベルが上がればきっとなんとかなる。レイドオブリ退治に行こう。レイドオブリね、そう、レイドボスって言っちゃうか。まあ多分頑張っても私は上級が限界かな。それ以上はさすがに手を出さないようにしとこうかな。もともと今回は中級で止めとこうと思ったぐらいだったんで、まあむしろ上級に手出して大丈夫かなってとこもあるんだけど、今のところ大丈夫そうなんで、なんとか頑張っていきたいと思います。というわけでそんな感じです。まあ私はね、攻略指南とか出すようなことはできないので、まあこんな感じのやり方がいいんじゃないですか程度しか言えないんですが、まあレアメモがね、お得だということはね、はい、とある隊長様に、ご指南いただきまして、ね、まあその動画への URL とかもつけちゃってもいいのかなとか思ったりもするんですが、まあその辺は後で考えましょう。何かあるかな。あ、そうだ、あとガチャが、まあ、特ガチャとりあえずね、今回はもう回さない方向にしました。なんであとイベントで言えば、あ、これですね、レイドガチャ一応50連やろうと思うんで、お楽しみにっていう感じで、まあ、何が出るかちょっと楽しみですよね。まあ結構当たりもあるみたいな話もちょっと聞いてるんで、まあそうそう聞けないけど、まあとりあえずエリクサーとか聞けるだけでもだいぶ違うんで、でこれもまあこれは全部溜まってからでもいいかな。あと10で全部開けられるし、ただこの下が全然集まんないですね。こっちの怪獣の衣ボックスの方は。まあ、これも多分イベントで増えていくと思うんですけどね。認識が違うかもしれないけど、もしかしたら。はい、そんな感じで、じゃあ今回はこの辺で終了です。お疲れ様でした。ぜひ協力して、ランキング上位を目指していきましょう。グッバイです。